トイック満点なんて言い切れねえよそんなの。トイック満点取ってる人めっちゃいるじゃん。トイック難しいって勘違いされてる理由の一つに転校誌とかっていう言葉がねできるぐらいですから。さて始まりました、もてちチャンネルです。さあ今回はですね、トイック満点なんて言い切れねえよそんなの、はあっていうのですね、続いて話していきたいと思います。トイック満点なんか持ってたって全然自慢になんかならねえよっていうですね、その理由について話していきたいかなと思います。まあちょっとね勘違いしないでいただきたいのですね。じゃあ簡単にトイック満点取れるのかって言ったら、そんなことはありません。残念ながらですね、普通に勉強してても取れるものではなかなかないですね。だから多くの人がね、何お前トイックなんか満点取ってもしょうがないじゃん、トフルで満点取ってないの、アイルスで取ってないの、はははははってね、どうせ自分は全くできない人ね、トイックで満点すら取れない人たちが書いてきますね。いっぱい書いてくる、本当にたくさん出てくる。そんなの意味ないみたいなのね、取ってから言って、取ってから言ってください、その人たちはね。でまあその人たちの言いたいことも分かる、一理あるよ、そのことについて話したいと思います。まずね、そもそもね、僕が取れたんですよ満点で。そうするとね、いやいやお前頭いいんだろ、慶応出てさ東大入ってさって言ってるんですけど、いや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 、僕だってまずね進学校なんか出てないし、まあいろんなね高校で教えたりするんだけど、まあすごい下のレベルも教えることありますよたくさん。でもいつも言います、君たちより僕はできなかったって。だから間違うことはいいことだよ、そう恥ずかしがることなんかないからね。僕は全然できなかった、それより全くできなかったけど慶応とかね東大までたどり着いたわけだから、だから大丈夫だからっていうふうにいつも言うんですよ。だって僕は高校時代に全く SVOC とかあるじゃないですか、あれ分からず卒業してますからね。何のことやらさっぱりです。というかもう本当にカンマがつく理由が分からなかった。なんでこんなに一文が長いの、なんでこんなによく分かんないところにカンマがついてんの。今思うと日本語の点より分かりやすいじゃんって思うんですけど、当時はさっぱりわかめラーメンですよ、本当に全然分かんない状況でした。そんな中取れたんですよ満点ね。だって SVOC も分かんない、英文解釈なんて言葉も知らないですよ、英語構文なんて言葉も知らないですよ。でそのまま卒業して浪人して初めてするんですよ、ね、初めてするんですよ、初めて知ったんです。 SVOC ってそういう意味だったんだ、それで理解できるようになってね、賢くなったと、まあ勘違いしてましたよ。文法もなんとなく、うん、なるほど。で、授業聞けばわかる。でもいざね、問題解いてみると結構間違える。長文とかもそうですね。なんとなく読めた気になってるけど間違える。結構背伸びしてね、早稲田の英語とか慶応の英語のね、授業、わかってる風で出てましたからね。解説聞けばわかるけど自分で解けない。だから実際、高3の時なんか丸暗記丸暗記で行って、センター試験で7割ぐらい取るわけですよ。で、7割取って、浪人して、点数下がってますからね。そうなんですよ。点数下がっちゃうって。どんだけできないんだよってね。そんな僕でも取れたんですよ、満点ね。だから、高校時代にそんな SVOC とかもわかんない人でも取れるものだっていうのを知っておいてください。結局はね、センター試験終わった後に自分で勉強し始めて、だん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 できるようになってくるんですね。この習ってきたことを自分でアウトプットできるようになって、そこでレベルが上がるんですね。で、ただまあ、慶応入ったって劣等生ですよ。すげえギリギリで合格してますから、文法だって理解が微妙なとこ、英作文なんかできない。慶応文学部って英釈文ですから、借りてやるだけなんで、そんなできない状況のまま始まります。まあ、劣等感ですよ。英語の授業出てもね、帰国子女とかいるし、わからん、英米文学入っても、わーわかんねえよ、これどういうことだよ、レベル高すぎ、知らない単語だらけだよ、構文とってもわかんねえよみたいなね、そういう日々でしたから。でまあ入試問題とかね、トイックの問題とかもう立ち読みいっぱいしてましたよ、英語の問題ね。それでだん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 できるようになっていくんですけど、まあそれでも地頭がいいわけではなかったから非常に苦労しました。そんな中トイック満点取ってる人めっちゃいるじゃん、たくさんいるじゃん。もちろん取ってない人の方が大多数ですよ。大多数だけど。ツイッター見てください。Twitter 見てください。めっちゃいるじゃん。満点上がってるじゃん、いっぱい。みたいな。そんなにたくさんいるのみたいなね。超平均点高いじゃん、トイックってって勘違いするぐらい上がってますね。そうなんですよ。だから僕だって、慶応入って、そのゼミね。ゼミの先輩だって持ってたし、ゼミの同期だって持ってました。僕より先に持ってましたから、トイック満点。自分はね、4年の最後の3月ので取るんですけど、もう前に取ってる人たちいたわけですから。そう。だからトイックが難しいって勘違いされてる理由の一つに、取れないもんだっていう固定観念があったんですよ。多くの人が。こんなん難しすぎるわ。そういうのがあったんですけど、だんだんね、化けの皮が剥がれてくるんですよ。化けの皮ってトイック側のね、トイック側の化けの皮が剥がれてきてて、実は取れるもんだっていうのが分かっていきます。だから僕も最近920点かな、日本に帰ってきて留学から。で、950取って、これ満点いけんじゃねって思ったんですよ。そしたら、取れたわけですよね。で、気づくんですよ。そんなに
むずいもんじゃなかったんだな、これってね。で、僕らが最初に本出した頃っていうのは満点講師って少なかったですから、ダンダンダーンとね、そこで満点を出し、本を出し、みたいなね、できたわけです。まあ当時東大の院って出し、東大生で、トイック満点みたいなので、ブランドになったわけですよ。でも今だったらさ、普通だもん。専門学校の先生いっぱい満点持ってますよ。当時はだからね、少なかった。僕が専門学校で教えてる時なんかも、数人、大学で教えてる時もそんなにいなかった。でも、今は、大学の先生でも、英語でトイック、まあ趣味で教えてるわけか、趣味で勉強してたりとか、まあ教えてる人たち、ゴロゴロ持ってますね。まあ予備校の先生持ってる人いますよ。トイック満点ですって言ってる人何人もいますね。でも、予備校の先生よりも、圧倒的に専門学校の先生が多いですね。満点持ってる人の割合ね。だ気づいたんですよ。英語を専門とする人たちは、なんだ私たちだったら取れるんじゃんっていうことに気がついた。だから、まあ価値がね、ガーンと下がったわけですよ。だから満点講師とかっていう言葉がね、できるぐらいですから。で、トイック満点じゃないと、もう本書くのなんてどうなのみたいなね、その満点持ってる人たちの著書っていうのが、バカ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 って出てくる。だから本書いてる人も持ってるし、教えてる人たちも満点みたいなね。だから英会話学校で最初やってた時とかさ、先生満点なんすかみたいなね。だプロフィールにもうトイック満点じゃない人がいっぱい書いてあったよね。900何点とかって書いてあった。今満点じゃないと書きづらいもんね。こんだけ満点の人がいるからね。それぐらい、トイック満点のバーゲンセールみたいになってますから。だから取れちゃうんすよ。そう、ただ気づかれただけなんです。取れるっていうことがね。まあ最近はちょっと難しくなってきて、取るのもさらに一層難しくなってますけどね。どん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 トイックも新しくなって、どん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 難しくなってるんで。まあただやっぱ持ってる人いるんで、取れちゃうんすよね。まだもうこう今もね、トイックの本いっぱいあるんですけど、ここにもね。もう満点の著者ばっかり。満点の著者の写真がバーンと出てますよ、たくさん。やっぱ取れちゃうんすよ。そして次の理由は、マークなんでね。当たっちゃうんす。マークシートなんで、自分でこう記述したりとかするわけではないので、やっぱり、まぐれあたりでも取れちゃったりするんですよ、満点。もちろんすごい実力必要ですよ。実力必要なんだけど、あれ?みたいなね。まぐれあたりで取れちゃうっていうのも結構あったりします。やっぱそれマークなんでね、勘が当たるってこともよくあります。そして、英語力すごいある人は、別に勉強しなくても取るんですよ。まあ当たり前ですね。ネイティブスピーカーが、まあ出題形式ぐらいは知っといた方がいいですけど、簡単に満点取りますね。同じように、簡単に日本人でも英語めっちゃ勉強した人、取っちゃいます。え?こんなに簡単なの?みたいな。あ、トイックってこんなんなの?みたいな感じで、取っちゃう人、周りにいました。やっぱこんなに簡単取れちゃうんだって思って、ガーンみたいなね。私が一生懸命頑張って、ゼロから勉強して、大学入って、英語のね、授業いっぱい取って、喋る機会持って、留学して、いっぱい勉強して、英語教えながら文法いっぱい勉強して、読解読めるようになるように、構文取ったりしてってやったのもね、はぁみたいな、ね、パンつって跳ねのける人、はぁ。見てきました。悲しい。受験オタク取れやすい。もう大学受験でね勉強してきた人たち取れちゃう。別にさ、リスニングとリーディングだけだからさ、ライティングスピーキングないから。普通に大学受験で勉強してきた人たちね、まあだって東大の問題の方が全然難しいし、総計の問題の方が全然難しい。だから単語とか入れるだけで簡単に取れちゃうなんてこともよくあります。ああトイックに出てくるのってこういうのなんだって言って勉強してったら取れちゃう。今までやってきたのと、まあまあちょっと違ったスポーツみたいな感じなんですけど、チューニングをちょっとね、トイック側に合わせれば、もう取れてしまうっていうことあるので、だから、英語屋さんたちね、英語を仕事にしてる人たちも簡単に取っていく。まあ大学受験のプロのね、講師たちもバンバン取ってきます。今、若手の講師たち、トイック満点率かなり上がってますよね。という感じで、予備校や塾でも若手たちはもう満点持ってる。そもそもリスニング自体入試であったしね、その世代の人たちって。そして、専門学校や大学の先生たちもバンバン取ってる。という風に取りやすいものなんです。だから価値がないんです、なかなか。でも一つだけはして、そんな簡単なトイック、満点、取ってないで、いちいち批判してこないね。トイック満点なんて、トフルで高得点取ってみろよ。まあ、取ってますけどね、高得点ね。書いてくる人。まず、あなたが取ってから言ってみましょう。そんな簡単な。トイックでも取れないのになぜ言ってくるの。取れるもんなら取ってみてください。はい、ということでした。まあ結論から言うと、そんなに簡単取れませんから。こんだけたくさんいますけど、実際は数少ないトイック満点で取れるんだって気がついたある程度の英語のプロたちです。で、それよりもすごい能力を持った英語のプロたちはもっと簡単に取ってっちゃう。そしてネイティブレベルの英語を持ってる人たちは全然勉強しないでも取っちゃうっていうことなんでした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 頑張ってね、英語学習でも。